カレルゴットは、チェコの歌手、アマチュア画家。チェコスロバキア及び、チェコ共和国で、最も成功した歌手と言われている。チェコナイチンゲールで42回、国内最高の男性歌手に選ばれた。ドイツ語圏においても、大きな成功を収めた。プラハの黄金の歌声とも呼ばれ、ドイツでは、金の音差賞を3回受賞した。六十年以上にわたるキャリアの中で百万以上の、 アルバムと100枚のコンピレーションアルバムを発表し、世界で推定5000万から1億枚、ドイツ語市場では2300万枚、チェコスロバキア及びチェコスロバキアでは約1500万枚を売り上げた。ゴットは米面命令保護領のプルゼニで生まれ、6歳からはプラハに住んでいた。プラハ工芸美術大学で芸術を学ぶことを志していたが入試に失敗。電気技師として 訓練を受け働き始めたが、プラハの音楽シーン、特にジャズに興味を持っていた。ベースやギターに取り組んだこともあったが、最終的には歌に専念し、独学で学び始めた。1950年代には、アマチュア歌手として活動し始め、コンクールにもしばしば参加した。1958年、プラハスラボニックハウスで開催されたアマチュアの、 歌唱コンテストルッキングフォーニュータレントに参加したが、不調に終わった。しかし、同年にブルタバ・プラハカフェにおいて演奏枠を初めて獲得した。1960年、プロの歌手として活動をすることを決心、プラハ音楽院にて、コンスタンティン・カレーニンの下でオペラを学んだ。カレーニンは、ロシアのオペラ歌手、ヒョードル・シャリアピンの弟子である。カレーニンはゴットが、 最近の音楽トレンドに対して関心を示していることを知り、イタリアの古典作品だけでなく、ポピュラー音楽に関しても教えた。同時期に、カレル・クラウトガルトナーが指揮する、チェコスロバキア放送ジャズオーケストラと共に、ポーランドへの演奏旅行を行った。これが、ゴットにとって、初めての海外旅行だった。1962年、最初のシングルがスプラフォンより発売された。 このシングルには、ジャズシンガーのブラスタ・プル・ーホバートのデュエット、オズベ・ヌ・エム、ブ・デ・ダバクラット・トリックが収録された。同年、ゴットはゴールデン・ナイチンゲールに初登場し、全国投票で3秒を獲得して49位となった。1963年、ゴットは音楽院を去り、1966年まで個人で歌のレッスンを続けた。1 9 6九年八月、 ファンにサインを書くゴッド。同年、ゴッドは設立されたばかりのセマホール劇場の場所を提供された。この劇場は、チェコスロバキアのポップミュージックシーンの最前線であった。同年、最初のソロシングルであるヘンリー・マン・シーニの、ムーン・リバーのチェコ語での録音を発売、続いて、オシース・ナ・ヘム・ザ・ベイトを発売し、これが年間のベストセラーとなった。その後まもなく、年間で、 最も人気であったアーティストに与えられるゴールデンナイチンゲールを初めて受賞した。ゴットはチェコナイチンゲールと合わせてこの賞を生涯で42回獲得した。1965年、セマフォル劇場の同僚であるイジ・ー・シュタイドルとラディスラフ、シュタイドルと共にアポロシアターを設立。この頃には、ゴットは大衆によく知られた存在となっており、自らのオーケストラを結成して、 二人の巡礼と夕方の祈りプログラムに出演していた。作曲もはじめ、オーケストラ共にで、チェコスロバキア国内及び海外でツアーを行った。同年、最初のアルバム、カレル・ゴット・シングスを、スプラフォンより発売、1966年には、ザ・ゴールデン・ボイス・オブ・プラハを発売した。1967年、フランスのカンヌで開催された、音楽産業見本市、 ミデムにおいて演奏を行い、喝采を浴びた。このイベントの後、ドイツグラムフォンのレーベルポリドールと契約。数回の契約公開を繰り返した後、1997年には終身契約となった。1967年から2000年までの間に、125枚以上のアルバムと72枚のシングルがドイツ語圏に向けてポリドールより発売された。 1968年、ユーロビジョンソングコンテストに、オーストリア代表として、出場、同年、ラスベガスのニューフロンティアホテルカジノにおいて、6ヶ月にわたり毎晩演奏を行った。ゴッドとヤロミイルカナーク1970年代に入ると、ゴッドは国内において、成功を収め、テレビにも定期的に出演した。その中には、 スラニーのカレルゴットという重部構成のシリーズがある。ゴットの最も成功した史上の一つであるドイツでは、1970年に、アインマル・ウムダイ・ガンゼベルトという歌で、自身の躍進を祝い、西ドイツと東ドイツの双方で人気を博した。ドイツにおいては、ZD 会ヒートパーダをはじめとする、テレビ番組に定期的に出演した。代表作の一つには、 ミツバチ、マーヤの冒険シリーズのテーマ曲がある。ドイツ語での録音の他に、スロバキア語とチェコ語の吹き替え版向けの録音もいった。1977年5月3日、功労芸術家の称号を授与され、翌年には文化的、または社会的人物に授与される、ケルンの黄金の帽子賞を受賞した。チェコスロバキア社会主義共和国政府を批判する文書で、 ある検証77の発表後、ゴットは政府を支持して反検証運動に参加した。1977年にメロディアから発売されたソビエト連邦におけるデビュー LP はの売り上げは450万枚を超え、旧ソビエト連邦の国々において今なお人気を保っている。同じく1977年にはオールバイ・マイセルフのカバーを発表。 この曲は1969年1月にソビエト連邦によるチェコスロバキア占領に対する抗議のため昇進自殺をしたヤンパーラフを題材としたカム・テンクラット・セル・ M ・ J ・ブラッド・アヤンとして歌唱された。この歌が録音された1977年にはまだソ連軍が国内に止まっていた。九百七十年代の終わり頃になるとカントリーミュージックやクラシックの作曲など ポピュラー音楽以外のジャンルにも取り組み始め、1979年のファンフェアカントリーミュージックフェスティバルに出演した。1980年代に入ると、国外での活動が盛んになった。1981年にはイタリアでミュージカルイン、ザトラックオブ、ベルカントが撮影され、そのサウンドトラックに基づいてイタリア語のアルバムベイリア、イタリアが発売された。また、ソ連では、 ソフィーアロタールとのデュエットも披露された。1983年、ドイツの伝統音楽への貢献が認められ、ミュンヘンでヘルマンレンズメダルの金メダルを受賞した。1985年4月30日には、優れた芸術的貢献に対し国民芸術家の称号を授与された。1986年、ポリドールとの契約が20年にわたったことを記念し、 レナード・バーンスタインとヘルベルト・フォン・カラヤンに次いで3人目のゴールデン・イードル賞の受賞者となった。1991年3月、ポピュラー・ミュージック・アカデミーの殿堂入りを果たした最初の人物となり、1992年9月8日には、チェコスロバキアでのレコードの売り上げが1300万枚に達したことが認められ、スプラフォン・ダイヤモンドレコード賞を受賞した。 1990年、引退を発表し、長期間にわたる引退ツアーを行った。しかし、ツアーが成功したことにより引退を撤回。1993年、フランティシェク・ヤネチェクと共に、芸術事務所ゴジャを設立し、自身のレコードの発売や活動のマネジメント等を行った。2002年のゴッド1996年、新たに活動再開を表明した後、 チェコナイチンゲールを再び獲得。その後は2017年まで1998年と2012年を除いて毎年受賞した。ゴットは多くの国で人気を博し、チェコ国外でも幅広く活躍した。2000年9月29日、ニューヨークのカーネキーホールでコンサートを行った。2008年、ドイツのラッパー武士道のアルバムヘビーメタルペイバックに参加。 アルファビルのフォーエバー・ヤングのカバーであるフュー・リー・マー・ジョンをデュエットした。2009年、チェコ共和国功労勲章を受賞した。2001年よりドイツ語詞を担当した、作詞家のフィリップ・アルプレヒトはゴットに20曲以上の詩を書いた。2014年5月、ジデン・ツビッシエン・ツバイ・ベルトも発表した。亡くなる。 数ヶ月前の2019年5月に発表した、娘のシャルロットとのデュエット進ンハスヌーと、そのミュージックビデオは、ゴットの遺作となった。発売時の時点では健康問題について公開されて、いなかったが、ゴットの死後、この曲を作曲したソングライターのリハルトクライチョーは、短期間で曲を仕上げるよう依頼されていたことを明かした。題名とテーマの他に、歌の始まりと終わりに、 時々、神が準備していることがわかるという歌詞が含まれており、別れを意味していることを示唆している。2012年、妻のイバナと前妻との間に、娘が二人いる。2008年1月に、最後の妻となるイバナ・マハーチコバと結婚し、イバナとの間には、シャルロットとネリーの二人の娘がいる。1990年代、ゴットは海外に熱中し始めた。 初の個展は1992年にプラハキリストチャイルドギャラリーで開催され、その後はベルリン、モスクワ、ミュンヘン、ケルン、ウィーン、ブラチスラバでも展示された。2015年10月、ゴットはリンパ節のガンと診断された。2016年3月18日、ガンを克服したと報道されたが、2019年9月中旬に急性白血病を発症したため、 出演をすべてキャンセルし、外来治療を開始した。しかし、10月1日の深夜、ベルトラム家の自宅で家族に見守られながら亡くなった。翌朝にはその死をメディアが報じた。チェコのすべての主要テレビ局はゴッドに関する特別報道や記念番組を放送し、チェコ放送とラジオインパルスも番組を改編して放送を行った。 政府は10月2日の臨時閣議で国葬の実施を決定。その翌日、アンドレイ・バビッシュ首相は2010年のオタカルモテールの例のように国葬は国家の名誉のもとの葬儀でなければならないとし国葬の実施を撤回した。ラニーにある大統領府では大統領旗が反旗とされたが元議店長のインドルジヒ・フォレイトによるとこれは国旗。 国章の使用に関する法律を犯すものであったという。国別式は2019年10月11日の午前8時から、プラハのジョィーン宮殿で行われた。チェコやドイツの各地からファンが訪れ、列は5キロに及び、待ち時間は数時間にもわたった。午前0時には、約4万9000人の弔問者が棺に敬意を表し、式を終えた。翌10月12日、 招待客に向けて、プラハ城内の聖ビート大聖堂においてレクイエム及び国葬が営まれた。同日、国葬も宣言された。レクイエムには、チェコの歌手、俳優、スポーツ選手だけでなく、フラデツ・クラーロベ司教であるドミニク・ドゥ・カスーキ教、ミロシュゼマン大統領、アンドレイ・バビッシュ首相も参列した。ありがとうございます。